しました。今日は JR 西日本の SL ありがとうレトロ客車号新山口行きにご乗車くださいましてありがとうございます。この列車を引っ張っている機関車はポニーの愛称で呼ばれています C56165 機です。本日はディーゼル機関車と10連で運転をいたします。この列車は全車指定席です。乗車券の他に座席指定券が必要です。お手持ちの指定券を確かめの上お座りください。車の順序は前から1号車、2号車、3号車、4号車の順で一番後ろが5号車です。お手洗いは2号車、3号車、4号車、5号車です。洗面所は2号車と4号車です。車内はレトロ調で一番前の1号車が展望車風、2号車欧風、3号車昭和風、4号車明治風、一番後ろの5号車が大正風客車となっています。1号車の展望車風客車と5号車の大正風客車には美しい景色が眺められる展望室を設けています。どうぞ譲り合ってご利用ください。なお1号車にあります展望デッキは機関車の煙が入り危険ですので外に出ていただくことはできません。あらかじめご了承ください。機関士は宮本、山本、田中、車掌は上垣と福島が終点新山口までご案内します。車掌室は1号車と4号車です。それでは止まります駅と到着時刻をご案内します。次の特産には10時53分に着きます。鍋倉11時14分長門橋11時37分篠目11時44分山口12時42分終点の新山口には13時10分に着きます。次にお客様にお願いします。各号車のデッキにゴミ箱が備え付けてあります。車内で出ましたゴミはご面倒ですがゴミ箱にお入れいただきますよう車内美化にご協力をお願いします。ベビーカーなど大きな荷物をお持ちのお客様へお知らせします。5号車3号車の前寄りに荷物室を設けていますのでご利用ください。その際貴重品は置かないようにお願いします。SL グッズなどのお求めは車内販売をご利用ください。なお本日は満席のためお客様のお席までお伺いするのに少々時間かかる場合もございます。あらかじめご了承ください。この列車は全車禁煙です。また携帯電話のご利用はご面倒でもデッキでお願いします。受信に際しましてはマナーモード等の設定をお願いします。停車時間の少ない駅ではホームに降りずご乗車のままお待ちくださいますようご協力をお願いします。また本日はレトロ客車にまつわるエピソードをいくつかご紹介させていただければと思っております。また座席の上に置かせていただいている記念乗車証は SL 山口号のものでございます。この乗車証は新型客車では使用いたしません。レトロ客車の思い出の品としてお持ち帰りください。またうちわにつきましても旅の記念としてお持ち帰りください。記念スタンプにつきましては SL 山口号の時のものを置いています。行きで使用していたスタンプは4号車の洗面所、帰りで使用していたスタンプは2号車の洗面所にありますので最後の記念としてご利用ください。現在ご乗車のレトロ客車は SL 山口号の客車として約30年という長い時と走行距離
は76万6千キロ、実に地球を19周分に匹敵する長い道のりを SL と共に歩んでまいりました。 SL 山口号としての運転は8月27日で終了いたしました。27日は帰りの列車運転直前に津和野駅で客車の冷房や照明を担うエンジンに不具合が発生し、運休というたくさんの SL ファンの皆様の期待を裏切る結果となってしまいました。有終の美を飾れなかったことについては、まず皆様にお詫びしないといけません。本当に申し訳ございませんでした。満身創痍の客車ではございますが、本日デビューする新型客車にバトンを渡し、エールを送るため、このような形で再度出番をいただきました。本日は途中の篠目駅において新山口から C57 に牽引された新型客車による SL 山口号と行き違いを行います。山口線に SL が復活してから SL 同士の行き違いは今回が2度目となります。山口線の新たな歴史の1ページを皆様と一緒に見守っていただければと思います。乗務員一同安全には十分注意して運行してまいりますが、お客様におかれましても危険な行動や無茶な行動は絶対におやめくださいますようご協力をお願いいたします。